日本文徳天皇実録は平安時代の日本で編纂された歴史書。六国史の第五にあたり、文徳天皇の代である箇所を三年から天安二年までの八年間を扱う。略して文徳実録とも言う。変年体漢文全十巻。序文によれば本書の編纂は、聖和天皇が上元十三年、藤原元常、南淵 宮古義香、大江恩人らに返産を命じた。都市名と乙人の死後、元行二年に菅原忠自然を加え、元常、義香との三人で翌元行三年に完成成立させた。なお、関係文章によれば、菅原忠自然の指導誠が父に代わって、序文を執筆したとされている。日本のそれまでの生死はいずれも、きと命名されていた。 日本が半年た中国においては、聖子は、ある王朝が倒れた後に、新たな王朝が、前代の王朝の歴史をまとめるという形で、作られている。これに対して、実力とはもともとある皇帝一代ごとに、その辞席を書き記してものであった。日本の聖子は、日本初期は、ともかく、俗日本期以降は、むしろ一つの王朝の歴代の君主の、統治記録としての性格を持っていた。 こうした流れを組む門徳実録が実録という署名を採用したことは日本の司書が中国の実録を模していったことの現れであるとされる。六国史中、最も期間が短い。政治関係が少なく、下級貴族の人物伝が多いのが特徴という、これは従前の国史が官人の卒伝を4位までとしたのに必死5位にまで拡大していることによる。公認文化から、 上岸文化への過渡期を衝術し六国史の中では、最も人間臭い電気を収めている。848年の記録には、洪水で火曜橋、宇治橋、まむた包みの被害が記されており、災害史や交通史を紐解く手がかりとなっている。ありがとうございます。